こんにちはデジカメオッチ,チャンネルですえ今日はちょっと面白い仕掛けのある巾着型のバッグを紹介してみたいと思いますえ株式会社ヌルが展開するマウスというカメラバッグブランドから登場したフレックスストリングバッグです一見普通の巾着タイプのバッグのように見えるんですがこのフレックスストリングバッグの一番の特徴は形状保持ワイヤーを内蔵しているという点にあります 内蔵した形状保持ワイヤーによりバッグそのものを自立させたり、バッグの口を開けた状態でキープしたり、といったことが可能となっています。まあ、非常に小ぶりなバッグなんですが、同社によると、えー、撮影中に欲しかったポケット以上バッグ未満というのが一つ開発コンセプトになっているそうです、えー。軽装で交換レンズを1本程度持っていきたい。スナップ用にサブカメラを持ち歩きたい。 立った状態でレンズ交換するときの収納スペースが欲しい室内撮影で散らかりがちな小物をまとめる小物入れが欲しいなどなどといった場面で活用できる製品だと紹介しています、えー、さらにですねこのバッグ 3way タイプとなってまして、えー、このように巾着型にしてポーチのように、えー、と使うこともできるんですが、えー、ショルダーストラップがついてますので、えー、ショルダーバッグのように使うこともできますし あと非常にコンパクトなサイズ感を活かしてですね、えインナーバッグとして使うといったような、えそういった用途も想定しています。はい、えー、もう少し細部を見てみたいと思います。え表地はナイロン100%。えトーレのスタナータッサーという特殊な糸を使用した、撥水性のある合成繊維だそうです。え防風性であったり、糖質性といったところも特徴ということです。 この微妙にシワのあるというかですね、まあつるっとしてない感じというのが、まあ非常にえこうカジュアルでおしゃれ小物みたいな感覚で使えそうだなというふうに思います。カラーは7色展開となっています。このストラップはですね、こう細い紐からこうやって肩のパッド部分に繋がっていくというような構造になっていて、まあこの 細い紐のおかげでですね、非常にこう肩から下げたときもですね、あまりこうお邪魔にならずにというかあの、気にせずに動くことができるのかなというふうに思います。えー、バッグの外側はですね、こうファスナーポケットを備えていたり、えー、フリーポケットを,を設けています、まあ。メモリーカードや、えー、レンズキャップといった小物の類を,を収納できるようになっています。レンズキャップを入れると、まあ こんな感じですね。こう引き手のところも非常にこう、ちょっと可愛らしさのあるデザインとなっています。で、こうバッグの底面はクッション材になっているんですが、えこう真ん中で折れるうこう分割した構造となっていて、まあ、これによりですね、非常にこう、バッグ自体をコンパクトに畳むことができると。そういった仕組みになっています。内部には、こう、 大小の仕切りが2枚付属しています。なのでこれでバッグの内部をですね整理しやすくなるというふうになっていますフリーパーテーションなので自由に配置できるという感じですちなみにこの大きい方の仕切りには、まあ、こういったポケットもついているので、まあ、さらにバッグの内部でも小物類を仕分けして収納できるというふうになっています はい。えっと、先ほどの仕切り2枚を使って、えっと、バッグの中を、まあ、半分と、えー、もう半分に分けてみたと。そういった形になってます。で、今手元に SIGMA FP があるんですが、えっ、ー、と、これは 45mmF2.8DGDN のレンズが装着された状態なんですけれども、これを例えば、このバッグの中に入れてみると、 結構すっぽり余裕で入るというようなサイズ感になっています。こちらに出してみると、こういうサイズ感ですね。で、入れてみると。結構ちょうどいいぐらいの大きさなのかなと思います。で、も細かく仕分けた方に、例えばこういうふうに、ちょっと小物類を入れてみるとか。 バッグ自体が非常に小型なのでこうした小さめなカメラとの相性は非常に良いのかなというような感じですはいあと,、えー、と他のフルサイズのカメラどうかなというところで、えー、とソニーの α7R5 と FE2470mmF2.8GM2 のレンズなんですがこれ入れてみるとどうなのかというところをちょっと見てみたいんですが まあ、カメラボディはこういうふうに、えー、まあ、レンズと装着した状態だと難しいかなと思うんですけれども、まあ、レンズと分けて、えー、それぞれなら入れ,入れられるかなというような感じだと思います。で、まあこう、ちょっと物が大きかったら、まあさっき使ったこう、こ小さい方の仕切りを外して、えー、こっちの方にもちょっと大きめの機材を入れるというようなことは可能かなと思います。 このようにフルサイズのですね、ちょっと大きめなカメラボディとレンズでも別々にであれば入れることは可能かなという感じになっています。ただこのスタイルでですね、散歩用にというのはあまりシーンとしては多くないかなと思いますので、例えばですね、先ほどもお話に出たインナーバッグとしての用途みたいなところでは非常に計算できるアイテムなのかなというふうに思います。 はい。えっと、フレックスストリングバッグを紹介してみましたが、えー、今回私がこの製品が気になった理由はですね、えー、っと、まちっちゃくて、えーまあ、デザインも良さげだなと思ったのが一つあるんですが、まあ実際に使ってみると、こう使い勝手も非常にこ,うこだわりを持って作られているというのがわ、えー、かります。まあ、私の場合ですね、散歩するとき用に小さい格が欲しいなということが一番にあったので、まあ、ショルダーバッグとして、えー、こう使う場面が多くあるんですが、 例えばこういうふうにそもそもものが小さいのであまり邪魔にならずにこう下げておけるとで体の前にこう置いておいて、えー、シュッと開けるとで開けた状態がキープされるで中身も見やすいとういうところで非常に使いやすさがあったなと思っています カジュアルさの中にですね、非常にこう使い勝手にこだわりが見えるバッグだなというふうに感じました。はい、ここまでフレックスストリングバッグの紹介をしたのですが、実はこのマウスブランドからは、同じように形状保持ワイヤーを使用した製品が他にもリリースされています。それがこのフレックスマルチラップと、フレックスマルチキャップです。 フレックスマルチラップはカメラなどの機材を包んで保護できるというものなのですがこちらもステッチの部分にワイヤーを内蔵していて非常にコンパクトに折りたためるというものになっています、はい、フレックスマルチキャップはその名の通り帽子なんですがこちらもつばの部分に形状保持ワイヤーが内蔵されています 3本のワイヤーが扇状に内蔵されていて、つばの形を好みに応じて変えられるというアイテムになっています。例えばこう撮影中はですね、カメラにつばが当たらないようにちょっと形を整えると、こういったことができるようになっています。 はい、形状保持ワイヤーの特性を生かした製品をリリースしているマウスブランドですが今後の展開にも注目してみたいと思います今回もご覧いただきありがとうございました